お待たせいたしました。それではこれより第3回パーフェクトオンライントーナメント男子決勝戦を行いたいと思います。決勝に進出した選手をご紹介いたします。まずはグループリーグ2位通過、国木雄介プロです。対しますはグループリーグ1位通過、金子健太プロ。それでは2スローの後決勝戦を行います。ゲームフォーマットは501クリケット501、501クリケット501、クリケットクリケットチョイスの3セット中2セット先取りとなります。それではパーフェクトオンライントーナメント男子決勝戦スタートです。
ーフェクトオンライントーナメント男子優勝は国木祐介プロです。おめでとうございます。それでは優勝インタビューをしたいと思います。おめでとうございます。今の率直なお気持ちをお聞かせください。すいません、なんか言葉が出ないです。ありがとうございます。今回オンライントーナメントでしたけれども、今日ここに来るまでは予選はオンラインで行い、その場に相手がいない状況というのはどういう感じでしたか？いや、予選はやはり相手が見えない状態での予選でしたので、もう決勝ラウンドは久々の対人戦ということですごい緊張したんですけど、まあ、自分のダーツが出したのが本当に良かったです。本当にいい決勝戦らしい圧巻のダーツでしたけれども、来年また試合があると思いますけれども、意気込み、そして最後に応援してくださったファンの皆様に一言お願いしてもよろしいでしょうか？はい、来年はですね、厳しい状況は変わらないんですけど、パーフェクトが開催されると信じて、すごい今、パーフェクトを盛り上げる選手の一人になれるように精一杯頑張っていきたいと思いますので、今後も応援よろしくお願いします。ありがとうございます。改めましてパーフェクトオンライントーナメント優勝国木祐介プロでした。おめでとうございます。